どうも皆さんこんにちは。今日は皆さんに書道は気持ちだ、これを伝えたいと思います。文字というのはその時の感情が全て現れます。なので私が作品を見れば、あ、この人こういう時にこんな感情で書いたんだろうなっていうのが全てわかります。なので文字を書く時は気持ちを整えて書いてほしいです。今日は私の普段の教え子たちの作品を持ってきたので、これを見て、あ、書道は気持ちなんだなってことを学んでください。今回のテーマは平成です。これを書いてもらいました。それでは早速見ていきましょう。まずはこちらですね。あー、これはもうね、気持ちがそぞろというか、全然気持ちがここになかったことが全て現れてます。天の位置とかね、はい、バランスに全て現れています。こういうことです。気持ちが全て現れてしまいます。はい、整ってない時に書いてしまったということですね。そして、あ、これはなんかこうちょっとこう全体的に下がってますよね。だから気持ちがなんかこう下がっちゃってる、まあ令和になりましたからね、もう平成も終わってしまうっていう、なんか、まあ、平成が終わってしまったというなんか感じがちょっと出てるんでしょうね。うん、全て気持ちがやっぱり文字に表れていますね。そして、こちらですね。これはね、力強い、もう平成だっていうね、この文字に表れてます。そしてよく見てください。これはね、突き破ってますよ。これ相当力強い、はい、もう気持ちが込められてます。平成への気持ちがまさに名前の通り豪君、力強い、うん、素晴らしいですね。そして、あー、これは平成へのこう思いが薄かったんでしょうね。薄く細かったんでしょうね。だって自分の名前はこんなに濃いわけですからね。だから自分の名前はすごいこんなに濃いのに、平成に対してはこうだったっていうのがすごく現れてしまっています。はい。そして、こちらですね。あっと、これはすごい大迫力、もう平成というこの思いがもう枠をはみ出してますよっていうことが全て現れてます。名前の通りこの大君のドーンとこう大はみ出してる、素晴らしい、私は好きですよこれ。うん、気持ちがはみ出したんでしょうね。そして、こちらですね。あ、これはもう平成よりも自分を見てほしいっていうことがね、すごく現れてしまいましたね。平成を書いて平成をメインにしてほしかったんですけどね、鎌田くん、全て、雰囲気に文字に現れています。そしてこちらは、あー、これはね、寝不足だったんでしょうね。寝不足の時に書いたんでしょうね。クマができているということですからね。はい、ちょっと寝てない時に書いちゃったんだろうなっていうね、クマがすごいですねという、ことが全て現れてますね。はい。そして、こちらですね。いや、これも平成かって思いながら書いて、そのまま平成かって書いちゃったということですね。はい。平成かって言っちゃってますからね。はい。これは気をつけてください。気持ちが現れてるというか、書いちゃってますから。はい。そして、こちらはですね、書いてます。はい。平成の前にお腹空いたっていう気持ちが強すぎて、お腹空いたってもう書いちゃってますから。だから、しっかり食べてから、こちら、書道の方をしてください。そして、こちら、カレーライスを書いちゃってますから。ね。ユミさん、はい。カレーライス食べたいなとか思ってたんでしょうね。そしたらもうカレーライスを書いちゃってますから。これに関してはもう、絵です。はい。気をつけてください。だから食べていればもうこんなことにはならずに済んだんですけどね。そして、こちらですね。あ、あれ、ちょっと待ってください。これ、あれ、この上の、あ、これはあれじゃないですか、あの、これですよね。大君、大君のこの部分、これですよ。これ素晴らしい。これ紙を貸してあげたんでしょうね。うん。そして自分の部分はこれだけでいいですよっていう貸してあげて、いや、素晴らしい。名前の通り優しい。ね、ゆうこさん、素晴らしいですね。はい、というわけで書道は気持ちだろ、伝われ。